ちは、キキです。今日はザジキソースを作りたいと思います。この前ヨーグルトを食べ比べるっていうギリシャヨーグルトを食べ比べる動画を出したんですけれど、そこで紹介していたお肉や味の濃いものにつけるザジキソースっていうソースの作り方だったり手順をお見せできたらいいなと思っています。あとこの前の動画ですごく残念だったのが、なぜかこのヌヌっていう会社のヨーグルトを食べてるところが撮影できてなくて、多分撮影できてたけど、フォルダっていうか動画がどっか行っちゃってて保存できてない状態だったので、まずはこのヨーグルトを食べての感想をお伝えして、その後ザジキソースを作ってザジキソースも試食していきたいと思います。それではヌヌいただきます。食感とか、どういう、なんだろうな、もったり感かっていうのは前回お伝えした通りで、いただきます。ヌヌはすごくさっぱりしているし、この前のオリンポスっていうもう一個のこういう形のヨーグルトだったと思うんですけど、そっちよりはもったりしていないので、あっさりと食べやすいっていうか、夏などにいいかなっていう印象があります。多分スポーツの後とか朝ごはんとかでスムージー作るのにすごく向いてるかな。あと主張が少ないっていうか、甘みはもちろんあるんですけれど、ヨーグルト自体の主張が少ないので、いろんな料理に合わせやすいかなっていう感じもします。この前の動画でもお話しした通り、やっぱりギリシャのヨーグルトって牛乳の甘みがギュッと詰まっていて、日本のものと比べるとかなり濃厚になっています。それがギリシャヨーグルトの特徴かなっていう感じです。詳しくは前回の動画を見ていただけると嬉しいです。それではザジキソースを作っていきたいと思います。材料は本当に少なくてこれだけです。あとは塩コショウとオリーブオイルを入れたら完成になります。いつもは材料の量なんかも測らずにもうやっちゃうんですが、目分量で。今日は皆さん初めて作られる方もいらっしゃるかもしれないので、測ってみたいと思います。しっかり、まあどのぐらい食べるかにもよるんですけれど、うちではザジキをいっぱい食べるので、ヨーグルトはどうしようかな、450くらいにしようと思います。この前の先ほど食べてたのが1キロなので、まあ約半分くらいですね。もう本当に目分でいつもやってるので、作り方など手順が分かった方はすぐにできるようになると思います。ヨーグルトが450で、きゅうりなんですけれど、なんかギリシャのきゅうりって日本のよりも全然大きくって、こんぐらい、わかるかな。だからこれの半分ぐらい入れようかなと思います。150g ですね。 150g のきゅうり、あとは先ほどお見せした通り、レモンのレモン汁と、あとはニンニク一かけらとこのディルを入れていきたいと思います。まずはきゅうりなんですけれど、すごく細かい千切りのようにしていきます。こういうふうに輪切りに私の場合はしていって、でこれを並べて千切りにしていくっていうのを私はやっています。
でキュウリが切れました。そして今からキュウリの水抜きをします。ボウルなどにキュウリを入れて、で、入れるごとに塩をたっぷりかけていきます。ここでしっかり塩を入れていかないとすごく水っぽいジャジキソースになってしまうので、結構お塩は大切です。あと後で水気も絞るので、その時に塩分は出るし、あとヨーグルト自体が塩辛いものではないというか甘いものなので、結構塩が入っていても気になりません。足りない場合は後でヨーグルトに塩を足すっていうこともあるんですけれど、大体はもうここで塩をいっぱいかけてきゅうりを塩味にしとくっていうのがいいかなと思います。きゅうりの塩抜きに10分から15分かかるので、そのうちにディルや他の食材を用意していきたいなと思います。きゅうりはやっぱり最初にやって、塩抜きに時間がかかるので最初に切っておくことがおすすめです。ディルって日本にありましたっけ？なんだろうな、アニスとかっていう言い方もするんですけれど、これがないときはミントとかでもよくって、あとは何を入れるかな、こういったスパイス系のご自身の好きな香りのものを作っていくうちに、どれが自分の口に合うかっていう入れたいものが見つかると思うんですけれど、なくてもまあ大丈夫です。ジャジキソースで必要不可欠な食材って言ったら、ヨーグルトとニンニクとキュウリ、まあ、あとはオリーブオイルとかもあるんですけれど、食材で言うとその3つかな。だからそんなにこれがないからジャジキソースできないみたいに思う必要はなくて、ないです。必要はないです。あとはレモン汁も用意しておきます。レモン汁は今回は大さじ3入れます。次はニンニクを切っていきます。ニンニクは一番いいやり方で言うと、するのが一番よくって、でも私はすり器を持っていないので、いつもはすごく細かく、できるだけ細かく切っています。チューブが手に入る環境にいらっしゃる方だったら全然チューブでもいけると思います。まあでも私は正直には生のニンニクを入れたい方なんですけれど、チューブで作るとお手軽にできるかなとも思います。なので 450g のヨーグルトに対してニンニクを1かけっていう感じです。こんな風にすごく細かくニンニクが切れました。きゅうりを塩漬けして水抜きしてもう15分ぐらい経ったので、今から水を絞っていきたいと思います。こうやって少量を手に取ってギュッと絞って、できるだけ水分がない状態にします。
そこにも結構水が溜まっていて、いるのが見える通り、これで水をすごく出すことは大切です。というわけで主要の材料が揃ったので、あとはヨーグルトに混ぜていくだけです。まずはオリーブオイルを150、ヨーグルト150に対して大さじ2なので、今回は6杯、そして先ほどのレモン汁を大さじ3杯、そしてきゅうりを中に入れて、あとは切った食材、先ほど切ったニンニクとディルを入れます。あとは胡椒を少し入れて、混ぜていきます。これで混ぜて味見して、まだお塩が足りないなと思った時は全然足して大丈夫です。そのきゅうりの塩辛さにも寄ってくるので、このザジッキーにちゃんと塩味がついているかっていうのは、それを見ながら足したい方は足してください。あとレモン汁なんですけれど、お酢で代用できます。バルサミコ酢とかちょっとやめた方がいいかもしれないですけれど、お米のお酢とか、あとワインビネガーとかだとすごくそのまま美味しくできると思います。ではここで一回塩加減を味見してみます。はい、とてもよくできました。どうですか、皆さん簡単じゃなかったですか。では今からちょっと味見していきたいというか、食べていきたいと思います。それでは完成したザジキソースを食べていきたいと思います。今日は付け合わせにお肉料理など特に用意してなかったので、パンをそのままつけてナチュラルな感じで、なんだろうな、ディップ的な感じでソースをいただきたいと思います。これは今切っちゃったんですけれど、ギリシャのクルーリっていう円型の、ごまが周りにすごくかかった朝食に人気のパンです。これにラジキソースをつけて食べていきたいと思います。我ながらとても上手にできました。私きゅうりに塩をたくさん入れてっていうことをお話ししてたと思うんですけれど、結局その塩分だけで足りてて、最後に塩を足すことはなくきました。そこの塩分がしっかりヨーグルトにも染みていて、お食事系のソースとしてしっかり味ができています。やっぱりレシピをご覧になって分かった通り、ニンニクがすごく入ってるんですね。しかも加工しない、熱処理しないニンニクが。なので、もしかしたら休みの日とか休みの日の前日に食べる、対面しない、なんだろうな、人
人に会う前には食べないようにした方がいいかなと思います。余計なお世話ですけれど、日本人の私たちの感覚からすると、ヨーグルトを塩辛い料理で食べるっていうか、こういうお料理系と一緒に食べるっていう感覚がないので、すごくびっくりされると思います。私も最初びっくりしたし、なんだろう、食べるのに抵抗があったんですけれど、やっぱり慣れというか、食べてるうちに好きになりました。なので皆さんもって最初は思われるかもしれないんですけれど、意外と偏見なく食べるといけるかもしれません。またギリシャヨーグルトが手に入りにくいっていう方は、普通のヨーグルトを水切りして作ったら近いものができるんじゃないかなと想像ではお話しできるんですけれど、日本のヨーグルトで実際やったわけではないので保証はできないんですが、そういった作り方もあるんじゃないかなと私は思っています。このソースは若者からお年寄りまで2大人気だし、あとケバブみたいなピタギロっていうギリシャの食べ物があるんですけれど、それを頼んだらこのソースを追加で入れる、トッピングで入れる方もできるし、あとは下道かもしれないですけれど、トルティーヤをディップしたり、あとポテチ的なものをディップするのにも結構いけると思います。なんだろうな、このニンニクとヨーグルトの感じが癖になるの感じがすごくあって、パンとかにつけなくてもそういうものにつけて食べるっていう食べ方も私はありじゃないかなと思っています。あとスーパーに行くとザジキソースがもう出来合いのものが売っています。それで時間のない方だったり、お手軽に食べたいザジキソースが欲しいっていう方は、すぐ食べれるようなそういうパックがもう売っています。そういうのもぜひギリシャに来られる際はスーパーで覗いてみてください。もしも私のチャンネルをトルコや中東またはその他の地域の方が見てくださっていて、自分の国でも住んでる国でもこういうザジキソースっていうか、これに似たソースがあるよっていう方は、どういう食べ方をするのかっていうのをぜひ聞きたいなと思っています。またもし今後ギリシャにいらっしゃる機会がある際は、レストランなどでぜひザジキソース、本場のソースを味わってみてください。それでは最後までご覧くださってありがとうございました。またお会いしましょう。